弟？私、ビカラです。うん。ああ、気づいてくれた。そっか、ビカラちゃんのファンなんだ。そういえば、髪型とかも似てるね。気づいてなかった。ビカラなんですけど。うん、実は私もファンなんだ。え？あなたと同じでね、私もビカラちゃんが好きってこと。なんですと？十二神将のみんなから慕われてて、お姉ちゃんみたいな存在で、尊敬してます。そうかな。ありがとう。でも、なんだか、まるで見てきたような言い方だね。ん？もしかして、あなた。気づいてくれた。ビカラちゃんのお友達？気づいてなかった。この会話の流れじゃ言いづらい。でも、私もファンですってクビラさんに伝えたい。けどあの稽古は黒歴史。家に帰った後気づいたんだよね。ダメ。思い出しちゃう。稽古なのに張り切りすぎた。何こいつ本気でやってんのって思われたかも。いや、絶対思われた。大好きなクビラさんに稽古に誘われたからって舞い上がって。私のバカ、適度なテンションの維持難しい。こんなんだから私は十二神将に溶け込めないんだよ。ふっふっ、むずいな。思い出しただけで情けなくて鼻がツンとしてきた。ダメダメ、落ちないで、涙。どうしたの？なんで泣いてるの？涙とっくに落ちてた。あの稽古の日、一人ではしゃいで、本当にすみませんでした。私、親しい人とかいなくて、だからクビラさんに誘われて、すごく嬉しくて、浮かれちゃって。でも、ああいう稽古に慣れてなくて、本番さながらにやっちゃって、家に帰ってから一人反省会して。稽古？ちょっと待って。もしかしてあなた、ビカラちゃん、なの？はい、気づいてくれたんですね。え？